ペナン FC はマレーシアペナン州ジョージタウンを本拠とするサッカークラブである。マレーシアスーパーリーグに所属する。以前はペナン FA と称していた。公式には1921年にペナン州サッカー協会所属のクラブとして発足。マレーシアでは2番目に古いサッカークラブである。1989年にマレーシアサッカーリーグがプロリーグとなって、 以降は長らく一部リーグに参加し続けていたが、2010年は最下位に終わり二部リーグであるマレーシアプレミアリーグに降格、さらに翌年の2011年もプレミアリーグで最下位に終わったために期連続で降格するうき目に合い、三部リーグであるマレーシアファムリーグに参加していた。その後、無事一部リーグ昇格を果たし、2016年2月16日、 スーパーリーグパハン FA 戦でマレーシア代表 MF モフドファイズスブリが放ったフリーィックが同年度のフィーファプスカッシュ賞を受賞。これはアジア人初の快挙であった。2017年シーズンにリーグ再開で再びマレーシアプレミアリーグに降格。2020年にペナン FA からペナン FC に解消。同年のシーズンで プレミアリーグ優勝を果たし、スーパーリーグ昇格を決めた。ありがとうございます。